兄ちゃんたち後ろ。Thank you.
すいません、賽銭箱が通ってます。賽銭箱が通ってますけど、お知らせです。お知らせですか。お知らせ。後ろから向きますから慌てないんですよ。
Thank you.
神武様が幼少期を遊んで過ごしたとされる場所で、三池と高千穂の峰を望む絶景を見ることができます。その他、高原町には温泉や美味しい産物など見どころが盛りだくさんです。ぜひ神武様が高原町へ。
に言いにが来たらどうするの。言いにね、ハッピー、言いにはね、ハッピー。どうじゃ引っ張らんと。どうじゃ。
たの？橿原市でございます。ありがとうございます。奈良県橿原市、橿原市長の亀田でございます。本当にいつも皆さんにはお世話になっております。姉妹都市としてのこの関係がもう50年以上続いております。第7回奈良県から、今ありがとうございます。奈良県橿原市でございます。こんにちは。こんにちは。秋田県大仙市から参りました。夏の全国花火競技大会、大回りの花火の開催者でございます。
奈良県柏原市で、宮崎市とは芝居都市の関係がですね、あります。もう50年続いております。本当に長く県民の人たちと仲良くさせていただいております。奈良県柏原市から参りました、私柏原市長の亀田でございます。本当に皆さんには本当に大変ありがとうございます。今日は本当に素晴らしいお天気での甲子園祭のご開催、完全フリー音楽開催と開催ですね。奈良県橿原市でございます。ぜひ皆さん橿原市にも遊びに行ただけたらと思います。本当に これからもずっとずっと皆さんよろしくお願いを申し上げます。奈良県橿原市でございました。
ストップ。
の夏の風物詩、丹波祇園山。通常は年少さんから小学6年生までで構成されます。今年は年少さん、小学2年生、小学4年生、小学6年生、中学1年生で構成されています。なんと5月からでございます。
Thank you.
Thank you.
ました。